本日の運行が終わり、静かな線路。ここに光り輝く電車がやってくるという。というわけで、その電車を撮影すべく、スタンバってみることにしました。向こうから明かりが漏れ出した。来た。断続的に光ってます。踏切が鳴り出した。通常ならならない時間帯です。一旦、駅のホームに停車です。上と左右が断続的に照らされていることがお分かりいただけるだろうか。実はこれ JR 東日本の E491 系電車と申しまして、軌道、架線、信号の検測で運用されている電車なのです。あの上と左右の明かりは中間車の架線検測車から出ております。まるでコピー機が走ってる感じです。隣の駅へ入っていきました。上りもあるので、そちらも抑えました。信号が変わりました。もうすぐ来ます。遠くから明かりがやってきました。時刻は、草木も眠る午前3時過ぎ。こんな時間に踏切が鳴り、電車が走るのは不思議な感じです。運転手さんが見えます。こんな時間にお疲れ様でございます。突然の明かりでピントが狂う。というわけで、深夜に走る謎の電車でした。過去に昼間の同じ場所で撮影しているので、はっきりと見たい場合はこちらをご覧ください。あの上と左右に出る明かりは夜だけ見れます。